猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。猫の狩りについて。室内飼いの猫ちゃんですと、めったにないことかもしれませんが、外にも行ける猫ちゃんは、狩りをしてお土産を持って帰ってきてくれることがあります。そんなお土産、お酒飲んで帰ってきた昭和のお父さんでしたら、お寿司や焼き鳥のお餅、帰りだったりしますが、猫ちゃんの場合ですと、トカゲやネズミ、モグラだったり、鳥だったり、はたまた昆虫、カバドンマやゴキブリやら、どうすればいいの？これ、と悲鳴を上げたくなるお土産ばかりです。どうしてお土産を持ってくるの？これ、実は飼い主のことを子供だと思っているかららしいのです。しかも、狩りができないかわいそうな未熟な子猫、そんな風に思っているからという説が有力なのです。そう、誰からご飯もらってるんだって思ってしまいますよね。そう、以前は買った獲物を飼い主に褒めて欲しくて持ってくるという説もありましたが、最近では狩りができない、そんなかわいそうな子猫に狩りの仕方を教えてあげようとしてる説が有力となっています。昔、アパートの1階に住んでた頃は猫を自由に出入りできるようにしていたので、枕元にカマドンマやゴキブリその他しょっちゅう置かれていました。あれはこんなのが入れるんだから一緒に行こうというお誘いだったのでしょうか。そう、猫の狩りの本能、猫は動くものを見ると追いかけたり捕まえたりします。これは単純に猫の本能から来る行動です。野生の猫は子猫が乳離れする頃に殺してきた獲物を持ってきて目の前で食べてみせるのです。それで子猫に、獲物とは食べられるものである、と教育をするのです。やがて半死状態の獲物を持ってきて、子猫の興味を引き、子猫の驚いたり、興奮したり、怖がったりの反応を見てから、母親が獲物を完全に仕留めてみせます。母親は、こうして子猫に狩りを教えるのですが、獲物が半死状態の時は、獲物が子猫に襲いかかったりしないか見守っているのです。殺しのライセンス。実際、獲物を捕まえて食べるということには、とても高度なテクニックや戦術が必要となります。獲物の首筋の後ろの部分に噛みつき、鋭い猫の牙で脊髄を貫通させるのです。まるで必殺仕事人に出てきそうですが、これで一瞬にして獲物を絶命させることができます。しかも、少しでも外すと、獲物に反撃され、自分の肩が命を落としかねません。
猫の鋭い牙には神経が集中されていて、その感覚でケイシーの骨と骨の間を探し当て仕留めると言われていますが、一瞬でその判断ができるのもすごいですよね。この技術は本能でできるというものではなく、母親がしっかりと教えてからではないとできません。まさに生きていくための殺しのライセンスなのです。飼い猫の狩りは、母親からの教えがあってこそ、子猫は獲物を仕留めて生きていくことができます。母親からの学習の場がないと、獲物を的確に仕留められません。動く動物や昆虫などを見て興奮して追いかけてたり、捕まえてみても母親からの殺しのライセンスが発行されていない以上は、脊髄を貫通させて、ということができないからです。飼い猫の場合は獲物を追いかけて遊んでるうちに殺してしまい、それを持ってきたりしますが、基本的に食べるのはキャットフードで、その獲物を食べるということはほとんどないと言われています。これが本能のみで追いかけるのと、食べるイコール生きるという教育を受けた猫との違いです。猫の狩りのまとめとして、本当の意味での狩りの教育を特に母親から受けていない飼い猫は、興味本位や本能のみで小動物や昆虫などを追いかけ回し、野生の猫の場合は、狩りイコール食べる、追い切るために実践します。やはり毎日キャットフードを食べていられる猫と、そうではない猫とでは、その行動の意味合いも大きく違ってくることがわかります。飼い猫がお母さんになって、子猫を産んでも、完璧に動物を仕留めるまでの教育はしないし、その必要もないということでしょうか。そして、お土産を持って帰ってくる飼い猫は、本能の身ですから、ほら、こういうのと遊ぶと面白いから一緒にやろうよ、ということなのだと、勝手な主観ですが調べていて、そう思いました。もちろん、それぞれの猫の考えはわかりませんが、お礼なのかもしれないし、褒めてほしい。または自分を誇示したいのかも。飼い猫のこの行動については、まだまだ解明されることはありませんが、いろいろな意味でもミステリアスでファンタジックな猫たちの行動、本当に魅力的ですよね。今回は猫の狩りについて調べてみました。